閣僚の任命責任は内閣総理大臣たる私にあります。私が任命した閣僚が交代する事態を招いたことについては国民の皆様に対して大変申し訳なく感じております。国会では安倍総理も出席して辞任した甘利前経済再生担当大臣の後任である石原大臣の所信表明と質疑が行われました。野党側は政治と金をめぐる疑惑解明のため甘利前大臣の参考人招致や証人喚問を求めました。安倍総理は国会の運営については国会が決めることだと述べるにとどめました。